わざわざ受け抜けてゆく。点数ちょい左。やだはい、どうもこんにちは、しゅんさかぎりだてるちゃんです。本日7月29日なんですけど、明日30日と31日しゅんさかのシリーズの大会メンバーのね、試合が新宿で行われるんですけど、てるさん来てよってなんてるさん見に来てよってね、メンバーから言われたんですけど、ちょっと忙しくてさすがに行けんから、はい、ちょっと飯代だけ渡すから飯食っといて言ってたんですけど、急遽デスマーチの末もう寝ずに働いた末、時間を作ることができました。もう池さんもだってもう夜勤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 で、休み取ったのにだって出勤したもんねいやそれで、まだメンバーに言ってないんですよ、これ行くって、はい、僕らすでにメンバーと同じホテル取ったんで、こっそりもうチェックインして塩坂のメンバーにドッキリを仕掛けたいと思います。はい、あいつらのね、驚く顔が目に浮かびますはい、というわけで東京へ行きまーす。はいはい、というわけでホテルに着きました。まあ着いたというか、まあ、結構前に着いて、まあいろいろセッティングとかしたんですけどカメラのセッティングとかもう終わったんでね、部屋ちょっと見せていきたいと思います。はい、ういこちらです。いや、ほんといい部屋撮ったよなこれやばいよなまあまあ、じゃあ撮影したかったんでね、ちょっとまあまあいい部屋撮って、はい、これいくらしたの？何がですか？この部屋言いたくないです池さん、言いたくないです相当じゃんそれ言いたくないですいや、てかこのために、うん、このドッキリを仕掛けるために、うん、あいつらの前泊本番の前日のホテルも俺取ってあげたからねそうだね、俺その金額は言うわ前泊代6人分コーチの皆さんも含め6人分で12、3万っすだいぶそうだいぶびっくりして俺もう高いんだよね、その会場に近いホテルがいいホテルしかなくて、うん、はい、なんで今日はいっぱい撮れたかを作ろうと思いますでまあこう夜景も、まあうん、まあまあいい感じで、ね、まあ、まだそんな日が暮れてないからあれだけど、はい、うん、かっこいい感じで、でベッドがベッドもいい感じ。本当はキングが良かったんだけど、もたもたしてたらキングなくなっちゃって、はい、うん、これだとちょっとあれよな、産んだ時にちょっと微妙よね、狭くなったとか、うん、読んで無言で別々で寝だしたら面白いえってなるじゃあ寝ようかそうちょっと二人に分かれてセミシングルぐらいなんだよね。だね、後でベッドくっつけますで、入り口にもトイレあるんだけど、うん、こっちにもトイレあるんだよね、ちゃんと。あ、すげえな。そう、もう部屋よ、うん、まあ、トイレはいいかで、まあ、風呂。いや、こっちもすげえぞ。風呂は高級感だぞ。ね、高級感あるよね。うん、だって風呂で電話ついてるちゃんと。お、すげえまあ、言うて風呂はまあ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 普通の感じでまあ、女の子とそんなちょうどいいくらいです広いもんな、うん、全部ピーでって感じですかね。で、今回なんですけど、イナゴンに、まあ、ここに座ってもらおうと思います、イナゴンに、はい、イナゴンには事情説明してあって、イナゴンは仕掛け人なんで、イナゴンが、まあ、俺頑張ったからテルさんにスイート取ってもらったみたいな感じで、うん、まあ、一人ずつメンバー呼び出してここで座って、で、ターゲットをここに座らせる。はい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 。で、イナゴンに、いやなんかテルさん来てほしかったよなみたいな、てか代表なら来いよなみたいな、うん、どう思う、来るのが普通じゃねみたいな、ホテルは確かに取ってもらったけどさ、忙しいとか言ってけど全然忙しくねえだろあいつみたいな感じで悪口を聞き出すみたいな。はいはいはい、イナゴンが一人一人選手の、うん、で、それに乗っかってくるかどうかみたいな検証ですね、うん、はい、例えば他のチームに俺誘われてんだけどお前も来ないとか、そういうのもあるんで悪い顔してるそれで乗っかってきたらもう俺が出てきておいっていう感じですね。はい、というわけでね、あとはイナゴンが来るのを待つだけです。楽しみですねそうだね。あと全然関係ない話だけど、さっきなんか中川から俺も行きたいっつって、うん、俺も今から新宿に行くってなんか LINE 来ましたなんで今んとこ既読無視してますはい、というわけでイナゴン来るのを待ちましょう。はい、はい、というわけでイナゴンが来てくれました。イエーイ、こんにちは、イナゴンです。あと、呼んでないけど中川も来ましたはい、こんにちは、中川です。イエーイ、マジで呼んでないのに来ました超邪魔まあ、というわけでね、いい今からイナゴンに仕掛け人になってもらって、メンバーを一人ずつ呼んでもらってドッキリを仕掛けてもらうという感じです。はい、イナゴン、一人目誰よ。二人きりだと思ったんだけどな。だるいて統計を呼びたいと思います。まあ、俺と一緒で古いメンバーなんで、あっちも行っちゃっていいわ俺と一緒で古いメンバーなんで、なるほどね、承継を一発目で仕掛けたいと思います、はい、なるほど。というわけでね、承継今から呼び出してもらって、僕と中川と池さんで、まあ、トイレとかに隠れてモニタリングしつつ悪口とか引き出してもらって、まあ、決定的な言葉が出たらもうダーン突入するみたいな感じです。はい、それじゃあやっていきます。それでは奴らをはめていく。あ、ちょっとそういうのいいね、最後承継かけてもいいですか。あ、すいません、はいはい、あ、もしもし、あ、今からちょっと一人で俺の部屋来てくんね。あ、隣です。違う、俺部屋違う。え、
じゃないの？違う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 41かな。41？ うん、ちょっと部屋来てくんね。なんかエレベーターね、あの、行けないから30階までエレベーターで違う、ね、向かい行くから。あ、分かった分かった、オッケー。バカやなぁ。行ってきます。あの、次からスピーカーにしまっていい？そっか。あと動き回んないで。行ってきます。はい、OK。 よし、OK。 またモニタリング用のやつは？あ、これ。あ、それお前来たせいで狭いんよ。きつい。モノラル？あ、モノラル。あ、じゃあ俺一人行くね。あっつ、ここ。あ、こっちこっち。鍵ないと暴れないらしい、俺の部屋。さっきだってホテルのチェックインやった時、うん、その対面部屋ですって言ったら、多分登録名称違うんだと思う。多分誰か別のやつだろう。そう、多分間違ってる。今来た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 。いなもんだね。そう、なんかいろいろやってくれたからスイートルームでいいやつ。やば、噛みすぎない？初めてスイートルームで入ったんだけど。噛みすぎない？やばいね、これ。びっくりした、マジで。やばいよな。あんなやばい。やばかお前らどういう部屋だった？普通の、あんな感じで置いてあって、うん、普通にトイレあって。お前らあれやん、俺との格差すごいな。やばい、こんないい部屋なの？うざくね、うざい。いや、別に。むかつかない？別に。俺だったらぶち切れるからな、ね、マジで。お前、やばい。お前、なんでお前来ねえし、お前、部屋ちげえし、ふざけんじゃねえよ、お前。クソ代表って、クソ代表だろって怒っちゃった。怒んない？いや別に怒んないか。いやでもやばい、ね、マジラッキー。いやこれはマジ神、テルさん様様。やばいね。やばい。あいつ俺のこと。今回さ普通に勝ってたから給料ぐらい上げてほしい。わかる。今度言おうね。じゃ無理だったらちょっと他のチーム探しますって脅しかけね。かわいそうだ。こんなよくやってもらってんだりさ。いやでもちょっと交渉してもいいかもね。入れ替え戦までの間の3ヶ月だけとりあえず上げてくれませんか。そうだね、ちょっと言いてえな。ちょっとそれぐらいやってくんねえとな。今回だってだいぶ貢献してたな。いやかなり貢献してるな、ほんとに。給料上げてほしいって話してる。やばない？やばいね。やばいだろお前。あ、そっちはあんま服乾かしてくれ、いかんといて。え、これがやばいな。これやばくない？これ飲んでみてよ。やだよ。ということでこれただで。いやもうちょっとあとだけで。いやテルさんマジ来てほしかったな。前に飲めない、あとだけで。テルさんなんで来なかったのマジで。気持ち悪いお前。これ多分全部ただで。マジやば。あ、いやただじゃねえから、これ金かかんだな。てかなんでテルさん来なかったの。仕事なんじゃない、忙しいんじゃない、テルさんもテルさん。いやでもさ1日ぐらい開けてこれね。いやでも俺はドッキリで農家さんと池さんが連れてくるみたいなのでよかったと思うんだよね、1日ぐらい。ああ、それだったらさすがに言ってると思うんだよ、俺も。いや、うん、そうそうそう、言ってるはずだから。うん、マジで来てないから。なんか。いや、でもな、テレサマジで代表なら来いよな。他チームの代表とか来んだろ。ちょっと来いよと思う。うん。思うよな。ゼクシャーが言っちゃいない。いやさ、ホックスさんとかさ、ケンチさんはさ、応援してくれてたじゃん。応援してくれてたじゃん。しかもあいつのツイートもやばかったもんな、なんか遊びよく僕メインでとかふざけんねんと思って、あれはまでコビで俺マスクグラフもうすげえ。ついちゃってもいいな、もうこれで今日休憩できないからマッサージ機でもついてるんじゃないの、どっかついてんの、ちょっとマジでゆっくりね、今日はメスクよかったら今日、酔えばいいじゃん、マッサージ屋さん、ホテルの。あ、あるかな。あるある、1時間6000円とかじゃない。あ、まあまあしょうがねえな、整骨行く時間と考えてるなのね。ちょっとここら辺さ、お姉さんちょっとここ触ってくださいよって。いいじゃん。まあでも稲子がここに泊まる分にはいいんじゃない、別に。選手一人だけだったら格差があるなと思うけど、選手内で。ああ、なるほどね。自分だってね、いろんなやってるのがクソ大変じゃん。テルさんがいてくればもうちょい頼めたんだけど、ちょっといないから。まあ、ちょっとあれだな。本当に。テルさんに明日勝って。ライン送ろうぜみんなで。いや明日勝って、じゃ優勝するんだよ俺ら。あ、明日勝ったらもうすぐ来てもらうね。来い。さすがに来い。決勝あるから来いよ。お前ドッキリ企画のばっかやってんじゃねえ。マウスパッド作ってる暇あったらこっち来いやよ。来た。来た。来た。まな板が意外と使えそう。いやあれまな板すごかったね。百均でしょあれ。うん。スペックスみたいな感じでしょ。そうそうそう。あれいいよな。あ、腹減ったよ。ね。もうちょっとしたらみんな食いに行こうぜ。ちょっと他にやることだったから。そんなとこかな、うん、大変だ。
どのくらいかかってここ来るまで1時間何の音電話違う何かできた乾かしたね。ああ、そういうことか。乾燥終わったのか。えぇ、ー、言ってたことってなるんだろうけどいつも言ってる、ま、いつも言ってるいつも言ってるあ、ダメだこいつだ3人3人こいつ今回一番悪いのこいつだじゃん変えて全然気づかなかった。でも聞いてて、はい、あのマジであの言うかな言うかなと思うけど全然言わないね悪いことマジで言わないっす。びっくりした俺。俺言わないっすよ。お前だけでしょだから。言わないっす。言わないっす。言わないっす。お前の悪いことだけが声でけえから貫通してる。お前の悪口だけ声貫通して聞こえてきて、翔平の悪口何も聞こえてこないから。この後また一人ずつ呼んで、もうここからは翔平も仕掛けに回ってもらって。やったね。やろうぜ翔平。あの順番は俺が選んだ。お前さん聞こえて。なるほどね。次は春さんでしょ。春さん。春さんどう仕掛けれる。いやあれでも悪口言わないです。言わないです。なんでちょっとなんか、うん、いや本当だ来いよみたいな。なんで来いよ。いや本当に来てほしい。はい、というわけでね、あの賞金の場合はね、検証結果はね、いいやつということでした。はい、というわけでね、次回も見てください。また見て。バイバイ。バイバイ。オッケー、一本目終わり。びっくりしたマジで。超広くね。もうすげえ。やばくね。広。そういうのがいいんだったらちょっとチーム変えた方がいいかなと思って。なるほど。いいと思うでしょそれは。別にそうだね。父の背中で頑張るっていうより。